おはようございます。2012年7月26日木曜日6時5分になりました。なんかね、朝から蒸し暑いっすね。なあ、もういよいよ夏というか、もうちょっと、まあ、去年あたり、その前、まあ、去年ぐらいからですよね、結構その今までにない、その予測できない、その気温とか、豪雨とかすごいことになってますよね。で、まあ今までのその気象予報とかそういうデータがもう全く役に立たないというような状態になっていると、なかなか壮絶なというかすごいことになってますけれども、大丈夫でしょうか。ね、くれぐれも本当熱中症はね、今まで経験しなかったような場所とか時間帯で起きてるのでね、その夜中、家の中でも起きてしまうということなんで気をつけましょう。さて、本日はですね、IT メディアニュースからピックアップしていきたいと思います。今日のニュースはこちら。大きなミスを犯してしまった楽天コボに何が起きたのかということで、これはですね、コボの執行役員の方がインタビューに答えたというのがこれ記事になっているんですけども、で、楽天のコボですね、電子書籍の端末、それが今は治ってるようなんですけども、最初の頃ですね、特にそのこれは面白そうだっつって予約して、初日に買って最初の方にアクティベーションって言って、まあ要は最初パソコンにつないで、でそれでこうセットアップしないと使えないんですね。でその時にダウンロードして、で、使えるようになるんですけども、そのダウンロードするソフトウェアがですね、実は正式バージョンをダウンロードできるようにする前に、サイトがオープンしてしまったと。つまり最初の頃の人たちはですね、不具合のあるプログラムをダウンロードしてしまってですね、それを端末にインストールして、でそのままアクティベーションしようとしたんで、いろんな不具合が起きたということです。で、これはですね、本当にもう非常に初歩的なミスですね。まあ大きなミスを犯してしまったと書いてあるように、その本当に非常に初歩的なミス。要は不具合のあるソフトがまだサイトに置いてある状態なのに、それで、正式公開してしまったと。だから当然ながら最初の頃の人たちは不具合のあるソフトがインストールされて、でぐちゃぐちゃになってたということなんですね。でそれをどう回避していいかも、最初の頃に楽天の方もなんかパニックってたんだと思うんですけど、その辺がうまく伝わらなくて、でめちゃくちゃなネタだったと。でそれと予想以上になんかサイトにアクセスが来て、いろんなアクティベーションするのに楽天の ID 入れたりするんですけど、それの認証とかもうまくいかなかったりとか、まあとにかく期待感が大きかったがゆえに、この楽天というか、それは非常に大きいものになっちゃいましたね。でそれとですね、私はこのインタビュー記事の中でやっぱり気になったのが、その今もそうなんですけど、コボのですね、私はこの前はチェックした時はまだ見えてたんですけども、今はコボのページ、楽天にあるコボのページのレビューがですね、確か非表示になってるんですね。ここに書いてあるんですけども、まあ楽天史上初、商品レビューを非表示に近く表示再開。これはですね、ちょっとやっちゃいかんだろうと思います。これに関しては、ちょっとこれはですね、これをやっちゃったというのは、私は楽天のすごい汚点になるんじゃないかなと今後思います。というのは、ここに書いてあるんですけど、コボたちをきちんとした状況で提供しない中で生まれた混乱 100% 我らの責任ですが、さまざまレビューが書かれましたと。で、レビューがレビューとして機能しなくなっていたので、
不完全な状態からスタートしたコボのレビューの場合、かえって誤解を招くのではないかと判断しましたと。で、混乱避けるために異例中の異例やけども一旦非表示にしましたと。これはですね、ちょいこれレビュー、要は自分のところの不具合があったからレビューを一旦書けなくしてしまうというのは、これはですね、いくら楽天といえどもやっちゃいけない対応じゃなかったのかなと思います。これ逆に、要は自分とこの不都合があればやっぱり消してしまうと。要はコボのダウンロードすること、アクティベーションかけることも含め、それは、楽天の責任であって、別にユーザーが悪いわけじゃないですね。ユーザーが勝手に、不当な使い方をしたとかそういうわけではないです。楽天のミスです、明らかにですね。で、それを要はそれはコボの正しい評価じゃないと。それはちょっとね、私は楽天はダウンロードもひっくるめ全てがこれはコボのサービスであり商品であるので、それに対するレビューを書けなくしてしまうっていうのは、これは売り手の都合でレビューっていうのは取り消すことができるっていうことを前例を作ってしまった。書き換えるというか書き込みできないようにするっていう前例を作ってしまったということで、これはモールの人たちがもしそういうことがあっても、これ対応するのかどうかっていうのは今後問われるところになると思うんですよね。で、楽天史上初っていうそのことをやってしまった。要は例外中の例外っていうのは、一旦やってしまうと例外ではなくなって前例になってしまうんですね。で、今後このことの方が私は大引くんだと思います。コボがどうのこうのというよりも、不都合があると炎上すると一旦レビューは非表示にしてしまうというのは、果たしてこの対応は良かったのかな。これは私はちょっとね、楽天のコボ自体も確かにそういう不完全な状態でリリースしたのは、それは当然良くないことなんですけども、それを今度いろんな人たちがいろんなことを書いて炎上すると、レビューを書けなくしてしまうっていうのは、それは正しい対応なのかどうなのかっていうのは今後これずっと問われるような気がします。難しいですけど、そこがね、商売として、オンライン、特にオンラインの商売としてはこういうことって難しいんですけども、ただやらないって言ってたのをやってしまったっていうのは、ちょっとこれはですね、他のモールの方々に対してもどう今後説明するのか、もしそういうことがあった時に、他のモールの人が消すようにしてくれって言った時にどうするのかなっていうのが、ちょっと楽天さんは今後痛いことをやっちゃったかなという気がします。さてさて、そんなところで、もう6時13分になりました。東京8分9分近く。あ、8分過ぎちゃいましたね、このスタートしたから。さて、そうなんですけれども、今日もですね、蒸し暑くて、なんか8月の第1週とかまで結構暑い日が続くようなので、で、ここのとこね、たくさんの人たちが熱射病で運ばれてるんで、ほんと気をつけてください。年齢とか、そんなの関係なくですね、急に、熱中症って起きますので、で、家の中にいても起きるので、くれぐれも常にですね、室温とか、あるいは気温とかで、水分取ったりとかですね、常に気をつけて、いかないと、本当に未然に防ぐしかないのでね、なり始めるともう急に動けなくなったりするので、ぜひ注意しましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。